ASMR 用の機材はすごく高価なイメージがあるのですが、これまで ASMR の配信環境のためにいくらぐらい投資をしてきたのかざっくりでいいので教えてほしいですということで、覚えてなさそうなチョコ戦いかがでしょうか。覚えてなさそうですね。マイクは、うん、1,2,3,5 個ぐらいあって。そんなにあんの。え、これってインターフェースとかも含めます？あ、じゃあせっかくなんで含めましょうか。3くらい。あ、この3というのはですね、皆さんあれですね、3、うん、あれですね、なるほどですね、うまい濁し方しましたね。3ですね。え、みこと様いかがでしょうか。多分ね、わらはそんなにかかってなくて、それこそ今城をさ、ちょっと防音環境にするためにいろいろ揃えたりとか、わらは結構咀嚼メインで ASMR してるんだけど、普通のバイノーラルよりもマイク2本で振ったりした方がいいから、そういう関係で普通のすごい音質いいマイク2本だったりとかって感じだから、まあそんなに多分5,60くらいかな言って。あ、あの普通のマイク1本が30するからパッケと、あと環境で多分100かな、ちょうど100ぐらいじゃないかな、環境を合わせて。そうか、じゃあ1と言いましょうか、1にしましょう。だっけ。じゃあパトラちゃん参りましょうか。はい、防音室のスタジオの中にさらに部屋を作って、おお、すげえ、中に防音室を入れてるんです。30室、防音室、聞いたことない。で、さらに、あ、マイクはね、KU がまず3台あって、3台？そもそもなんですけど、1台100くらいしますよね。そうなんですよ。でも1回マジで壊しちゃった時あって、修理にえぐい、そう、時間がかかっちゃって、それでもう決心したみたいな。白フリーディオっていうマイクが、あと多分10台ぐらい持ってる。なんであんなそんなに何やったの。やば、何人で ASMR やる気なの。あれも十何万するのに。環境音だけ取るマイクオーダーメイドで1個作ったのと、オーダーメイド、耳奥のなんか、あの、オーダーメイドマイクも1個作ったのと、なんか無料で聞いててごめん、いつも無料で見れるから無料で聞いてた、ごめんなさい。お店しような、パチャした方がいいな、これ申し訳なくなってきちゃった。値段は80ぐらい。先ほどチョコ戦が3と言ったんですけど、そこの基準から言って80でよろしいですか。多分そのくらい。やばくない。え、パトラーめっちゃするな、パトラー。いいのよ、すごすぎる。え、でもここにはもう機材オタクのノエル先生、ノエル先生いらっしゃいますから、ちょっとノエル先生のもお聞きしたいですが、はい、あれが高いんだと思う。かませてる機材がすごいいろいろとかませていて、団長も KU100 壊れやすいんだと思ってよく買ったの。あと、まあ白とか黒とかも1台2台あって、その国産のダミーヘッドの側とあと中のマイクをちょっと調達して作ったっていうのが、でもそれでも多分50ぐらい。機材が一番大きいかも。最近だと一番高かったのが海外から取り寄せたやつなんだけど、それが KU3 台分のやつを取り寄せた。驚いてるの僕だけど、みんななんか普通に聞いてるんだけど、まあそれくらいするよねみたいな顔してるけど、高いね、機材は。機材は高いよね。高い。メインが機材代で、団長はでも14ですね。そう、出てくる数字がやばすぎてわかんなくなってなるほどですね。皆さんボイスを買って差し上げたりした方がよろしいかと思います。はい。